静岡の川勝知事がまたふざけた動きをしておりますね。はい、これ昨日なんですけども、建設中のリニア中央新幹線の駅や用地取得予定地を神奈川の黒岩知事が視察しましたと。で、その後にこのような囲みのね、会見やってるんですけども、問題の発言がここで出ましたよね。リニア中央新幹線の27年の開業が困難になってるのはと。これ川勝さんの、これ先月のこれコメントですよ。はい、こういうことってありますね。神奈川県の用地取得事業の遅れに責任があると発言したということで、これはさすがにね、この黒岩さんも困惑しますよね。お前らのせいだって言われてるんですけども、川勝知事がね、どのような風で、根拠でそういう発言をされたのかよくわかりませんと。はい、これ見てください。取得は8割に及んでいると。用地取得は8割に及んでいて、27年の開業ということを考えれば、スケジュール通り行っていると。どう考えても関係ないんですよ、これはね、黒岩さんにはね。ところがね、問題はこの川勝知事、なんでこんな難癖つけてるかと言いますと、もう問題はね、この男にあるのは明らかなんですけども、はい、これは1年前のね、これは新潮の記事なんですけども、川勝平太静岡県知事は毛沢東支持者と、習近平の政策も絶賛と書いてありますね。はい、そしてこのね、赤字見てください、赤枠。相手を口汚く罵るのは川勝知事の得意技ですが、背景には恫喝外交を得意とする中国への傾倒があるのではないかと指摘する声もありますと。でね、これ皆さんご存知ですかね、毛沢東思想なんですけども、これ日本の武士道は全然当たり前ですけど関係ありません。彼らというのはどんな汚い手を使おうが負けたらダメだと、何をやってもいいんだと、とにかく汚い手は使いまくって勝て、これが彼らの発想です。で、川勝さんもそれに傾倒してるんじゃないかと。だからこの今の恫喝外交もそうですよね。もうね、毒餃子事件もそうでした。2008年の毒入り餃子の時もそうだったんですけども、誰がどう見ても口頭無形な言い訳をするんですよ。で、我々は悪くない、悪いのは日本だろうと、これをやってくるんですね。で、この川勝なる男を見てると、まさにこれと同じ匂いをプンプン、これは感じます。この赤枠の上にも、菅義偉さんの時のね、首相の時の日本学術会議の任命拒否騒動でもね、菅さんは学歴が低いとか、そういうことを言ってね、まさにヤクザゴロツキのような、もうめちゃくちゃなことを言ってる男でございます。さあ、そして極めつけこれですよね。昨年ですか、2年前ですか、レコードチャイナ、レコチャイですの取材に応じた際には、これ見てください、驚きですよ。この10年の中国人民の力は抜群です。10億の人民をまとめて国力に生かしていくのは並大抵のリーダーシップではありません。一帯一路とした構想力に敬服しています。などと習政権への賛辞を惜しまない。だが、世界的に問題視されている中国の排他的な経済対策やウイグル族への人権弾圧などについては触れずじまいなのであると。もうまさにここに現れていますよね。もう異常な男が知事をやってると思ってください。静岡県の皆さんね、一人でも聞いていたらね、本当に考えてくださいよ。県知事などどうしてもボワーンとしちゃうんですけど、とんでもない男をあなたたちは選んでいるということを強く認識してください。お願いしたいと思います。